ばい、来た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 、なんという作詞、やっぱり作詞だった。可愛くないこれ、可愛くないこれ、恐竜なんだよこれ。チョリン、さらなる中堅ラッシュです。ということで今日もね、恐竜世界でサバイバルやっていきたいと思います。というわけで今日はまずこちら、チャケー見てくれ、ハサミをね作ることができたんですね。というわけでね、今回はこのハサミを使って、まずは髪の毛、これ見てくれ、この伸びっぱなしの髪の毛、キャー汚い、デクノビおい、ちょっと言いすぎ言いすぎね、ブサイクとデクノビ関係ねえだろうが、髪の毛と。はい、というわけでね、まあでもね、ちょっと汚いので、これちょくちょくね、おいしょおいしょおいしょ、こういう感じか、切っていこうと思います。まずはこれは何、ちょっと英語で読めば、あ、モハ、モヒカンかよすごい世紀末感がね、かなりね、調整されて、アフロいいね、アフロかっこいい、いやー、デフォルトこれどれがいい、うわー、でもモヒカンかな、アフロもかっこいいんだけどね、うーん、いやどうしようかな、ちょっとなんかあの怪しい宗教のさ、あれみたいじゃんねあ、これ何、あ、スタイルもあるじゃん、ヒゲ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 、あ、なるほどね、これアゴヒゲだけ、これあの口ヒゲ、あー、これ両方、どっちにしようかな、怪しすぎるだろこれあ、長さ変えられる、見て見て長さ、あー、ちょびヒゲ面白いねこれ、どうこれ、これどう、名前アンドレってな名前にして、あ、あー、なるほど、あー、ちょっと、あー、ちょ、ちょびアフロもかわいいな、どうこれアンドレいいなこれ、こんな感じにしようか、やっぱモヒカンかなこれ、ちょっと長さを、長さをこれぐらいにして、あ、はいはい、いいんじゃないこれで、ほら、あごひげにして、こんな、これがいいか、あ、かっこいいじゃんこれ、これが、これがかっこいいじゃん、世紀末っぽいじゃん、ほら、ちょっと爽やかだしね、こんな感じでよくないこれで、ほら、いいね、これにしよう、 OK OK、 さあいくよ、カット、さあ変わったのか見た目が、まあ元々の問題があるので、髪の毛を切ったところで髪が綺麗な不細工なんだけですけどね、ごっ、怪奇心の一撃っていうか、なんで髪の毛切ったのに髪の毛変わってない、あー、これはまた髪の毛が伸びないとダメなやつじゃないですか、あー、なるほど、そのパティーンかー、よしよし、ラッシーさんの成長とね、髪の毛の成長を楽しみに、この先もね見ていただければと思います。おい、というわけで髪の毛はこの辺にしてですね、今日は、何をやっていくかというとですね、こちらをご覧ください。アルゲンタビスくん、前回ね、仲間にしてこう乗れるようになったんですけれども、この子は実はね、特殊能力を持ってるんですね。自分より体のちっちゃい恐竜をですね、なんと持ってね、運ぶことができる、飛んで運ぶことができるの。なのでこちら、チャキーバービーパイセン出番ですよ。いやー、待ったよ、やっと出番かい、遅いよー、あ、ごめんごめんごめん、この子にね、うん、拠点作りのための木をですね、伐採してもらおうと思ってまして、このアルゲンちゃんで、バービーパイセンをね、運んでいきたいと思います。というわけで早速ラッシュさんもね、これね、荷物じゃないね、恐竜ね、恐竜持つのね、初めてなんだけど、ちょ、引っかかってる引っかかってる初めてなんだけど、やってみましょう。さあ行くよ、さあつかめ、下手くそ、死んでよし死にまーす、よし、もう一回だ、行くぞ、いけ、ほら、おっしゃ、ゲットゲット、いけ、おっしゃ、来たんじゃない、これ、来た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 、おー、掴んでる掴んでる掴んでる、すげえすげえ、見てこれ見てこれ、あー、すごい、浮いてるね完全に浮いてるね、これどういう力で、あー、すごいな、掴んでるんだろう面白いな、これいいね、いいじゃんこれ、超便利じゃん、恐竜運べんの。おい、そんじゃこのままツリープラットフォームへ向かおう。いやー、いいね、快適、アルゲン君重くない、大丈夫、大丈夫ですよ、これしけ、バービー君乗り心地の方はどう。いやー、足は普段ね、地面這いつくばってるんで、最高の乗り心地でございますけどね。ただね、一つだけ。何一つだけ。こっからだとね、鳥のケツの穴しか見えないんですよね。え、くさくさい。落とすぞ、こら。あ、ごめんなさい。はい、というわけでね、やっと目的地に着きましたよ。ほら、見えてきた。いい感じでしょ。もうこのツリープラットフォームにバービーパイセンが乗ったら完全にね、スターウォーズのあれな感じになりますから。見ててください。行きますよ。おい、起きます。はい、来たー、やった、到着、オッケーオッケー。というわけですね、見てください、これ完全にもうこのツリープラットフォーム、あ、アルケンちゃんお疲れ、ありがとうね。ほら、どう、完全にスターウォーズ完全にスターウォーズ、これ、赤いやろこれ、も
し分かんない人がいたらね、イウォークでね画像検索してみてください。あとねこの子たちの村もね見てもらえばもっとよく分かります。さてさて拠点作りのね準備できたんですけどね、ちょっと問題が、見てくれこれ、ティラノサウルスレベル30がねもう家の間近にいるぞこいつ、やばいね。あれどうする、もう思い切ってテイムするかやっつけるかしかないんだけど、ちょっと試しにテイムしてみます。いけるかな、いけるかな、これ大丈夫かな。おー、いるいるいる、よし行くぞ、ほら食らえ、おいしょ当たった、おしよしよし、こっち来い、こっち来い、ほら、あ逃げたぞ逃げたぞ、どこ行くのどこ行くの、ほらこっち来い、ほら、あれなんで逃げんのあいつ、なんという作詞作戦は、あっちに逃げてからのこっちにまた追いかけてくるパーティーのやつでしょ、これ。あれ、いねえぞ、やっぱり本気で逃げたのか、どこ行っちゃった、あーやばい、来た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 、なんという作詞、やっぱり作詞だった、ちょ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 、あーわー、なんで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 、あんなにうまく隠れられんの、あんなでっかいのに、ちょちょちょ、やばいやばい、助けて助けて、みんな助けて、やばい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 、死ぬ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 、助けて、おーしよしよ、いけ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 、おーすげー、なんじゃこりゃー、なんじゃこりゃ、怪獣大決戦や、ちょちょちょ、大変大変、えらいこっちゃやで、これやばいやばいやばい、ちょ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 、おーおー、あーやばい、サーベル大会やられた、サーベル大会やられた、やばい、みんな頑張ってみんな頑張って、おーさすがハウルパイセンレベル30、ものともしねえ。おし、そんじゃね、ここに拠点をねちょっと作っていきましょう、頑張りましょう、ハービーパイセンよろしくお願いします。最後じゃちょっと待っててね、行くよ、サクッと作るから、おいしょー。というわけでですね、やっとね半分ぐらいできましたね、半分ぐらいです。というわけで早速見てみましょう、でん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 、じゃけーん、こんな感じ、どう、ちょっとねここはやっぱり、ね、山だからね、山岳砦みたいな感じにねしたかったんだよね。というわけでこんな感じになっちゃいました。木で作ろうと思ったんだけど、実はね石をね取るためのねスーパーマンをねちょっとゲットしたんで、それちょっと後で紹介しますが、まずはこのね拠点を見てください。さあ上から見るとねこんな感じになってますよ。上はねまだここはね、うん、あるものを作っていこうと上にもね思ってるんですけれども、はい、前から見るとこんな感じになってます。ちょっと砦っぽいでしょね、え砦っぽいのこれ作っちゃったの。さあそしてですね、こちらのでかい扉、でかいね、これをねご覧ください。ここを開けるとなんと中にはほーら恐竜たちが、大型恐竜もすっぽりのサイズの大収容力となっております。なんかテレビ通販みたいになってきたぞ。ねえ、うん、ティラノ君もほら全然入れる全然入れる、はい、外から見るとこんな感じですね。うーん、いいでしょう砦ねえ、まだまだね上にも建設していくからね。はい、そしてさっき言ってたですね、こちらのほら見てください、可愛くない、これ可愛くない、これ恐竜なんだよ、これ超巨大アルマジロ君をねゲットしたんで、超可愛いでしょこれ、ほら超可愛くない、これちょうどね建設にね取り掛かろうというところでですね、この子が山から降ってきたんですね。それでね急いでテイムしたらね、すげー石取れんのこの子、本当にもう、なのでね石の拠点にしたかったから石にしちゃいましたよ。そしてですね、早速ねこの子にね名前をつけて、あこれだ、よし、つけていきたいと思うんですね。ドエギクルス、ね、変な名前、まあでもねアルマジロ君だからやっぱ名前はもう決めてあります。はい、こちら名前はねアルマジロ君です。ねまんまじゃねえ、ちょっとはひねれ。というわけでね早速この子にね乗っていきましょう。すごい能力を持ってるんですよこの子は。まあもちろんそのね石をね大量に取れるというのもあるんですけど、それだけじゃないんですこの子の能力はね。すごいこの小さな体に秘められたね力をちょっとね皆さんにもね堪能していただきたい。さあ乗るとねこんな感じなんですね、まるでラッシーさんの方が大きいんじゃないかぐらいの感じです。ほら見て、かわいい、かわいすぎんだろこれ、おー、ペーペポペー第2弾来ましたよこれ。そしてねスーパー能力見てください、いくよこの子の超能力いくよ、せーので、これおー、ほら見てこうやって転がれんの、丸まってすごくないこれ、どうなってんのどうなってんのどうなってんの、ラッシーさんどこ行っちゃったの、あーすごい、ほら出てきた出てきた出てきた、これしかもね坂を下るだけじゃなくて登ることもできるんですね、ほらすごくないこれ。だからね超足がね遅くてもこれでねガンガン進んでいけるんですよ、すごいでしょこれ、超能力超能力すげー、
はい、というわけで、ね、今日もね結構時間が経ってしまったので今日はこれくらいにしましょうね。次回またねこの拠点をガンガン作っていきますので、ぜひまた楽しみにしていただければと思います。今日は最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日はこの辺で、また見てね、バイバーイ。